皆さんこんにちは、ミルククリームです。今日は久々に偉人さんのためになるお言葉書いていきたいと思います。ミルククリームのチャンネルは筆文字アートを描きながら描くテーマの内容をお話ししていく番組です。もし次回は何のテーマについて描くのかなとご興味のある方はチャンネル登録をおすすめします。本日のテーマはキング牧師のお言葉。キング牧師はマルティン・ルーサー・キング・ジュニアといってアメリカプロテスタント・バプティスト派の牧師さんで、アフリカ系アメリカ人公民権運動の指導者として1955年から68年に活躍した方であります。白人と非白人の差別をなくすため非暴力主義で臨み、黒人解放運動では穏健派の中核でした。1964年にはノーベル平和賞を受賞しましたが、残念ながら1968年満39歳で暗殺されてしまいました。今回の3つのお言葉はキング牧師が演説した中でも現在コロナウイルスにより気がめいている人々に送る言葉として選びました。1枚目はヒーローを中心に描いております。キング牧師様の人種差別をなくそうという思いを黄色のクローバーで表現してみました。この言葉はキング牧師の言葉の中でも一番有名なお言葉で、特に I have a dream は誰でも知っている言葉の一つです。全体を日本語にしますと、私たちは今日も明日も困難が待ち受けている、それでも私には夢があるでした。英語の部分は一番下の斜めの線に沿って書き込みました。文字は薄墨の黒で書き、夢だけゴールドにしました。英語の部分はキラキラの黒ボールペンで書いております。最後にキング牧師のお名前を英語で入れて完成です。コロナで大変な日々を送っている世界中の人々たちに届けたい言葉ですよね。私には夢があるでした。2枚目は輪の中にコロナウイルスがどんどんと吸収され、いずれはなくなっていくことをイメージしてパステルをコットンにとって描いています。キング牧師の死から40年後、アメリカでは初の黒人大統領が誕生しました。オバマ前大統領であります。オバマさんによりまして、キング牧師の長年持ち続けていた夢がようやく叶えられたんだなぁと思うな。オバマさんもノーベル平和賞をもらったし、キング牧師は天国でこんな世の中が来たことをとても喜んでるんだと思います。だけど世の中にはいろんなことがあって、今現在は世界中の人々がコロナウイルスに悩まされているんですよ。そんな時代に50年以上前のキング牧師の言葉が心に響きます。人生で最も永続的でしかも緊急な問いかけは、あなたは他の人のために何をしていますかです。自分は何にもできないと思っている人はぜひ自宅待機を続けてください。そうすれば第2波は避けられます。それが他の人のためにしていることになるんですよね。はい、そろそろ終わりに近づいておりますが、最終4行は薄墨の黒、次の4行は薄墨の青で書いております。英語はこちらもキラキラボールペン黒で書きました。3枚目入りました。赤いハートです。パステルの赤、ピンク、オレンジなどを混ぜてコットンに取り、フリーハンドでハートを描きました。文字は薄墨の墨色を使用しています。こちらのペンはアカシアの極細毛質再シリーズで5本セットです。1本ずつでも買えるようですよ。でもカートリッジはないのでインクがなくなると終了です。穂の太さ2ミリくらいなので細くて小さな字は割と書きやすいです。定価は5本セットで1500円、1本300円ってことかな。最後の言葉は、私たちは限りある失望を受け入れなければならない、しかし無限なる希望を失ってはならないです。だから希望を持って生きていこうよということですよ。これで終了です。ミルククリームのチャンネルは、何か趣味を持ってみたい方、文字を書くことに興味がある方、イラストを描いてみたいけど絵心がない方、そして旅することが好きな方へ向けて少しでもお役に立つことができるならばと作成させていただいております。次回はどんなお話かななんて思っていただける方がおりましたら、チャンネル登録をお願いします。それでは最後まで今日もご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回お会いできることを心から楽しみにしております。じゃあまたね、バイバーイ。